はい、今日はですね、留学の返礼品を返すので、まあそうちゃんはちょっと違うんですけどね。はい、そうですね。その準備でダイソーに来ましたんで、じゃあ返礼品道具買っていきたいと思います。応援してもらったからね、ちゃんと返さないと。はい、手紙書くから手紙選んで買って、1個でいいよ。20枚ぐらい入ったやつ。はい、風がどのデザインがいい、選んで。いや、これっすね、やっぱ本当にそれでいい、見せて。やだこんなんが良くない、この青いやつとか。これうん、アレグリアカラーや。見せて、何枚いい。20枚。いくら、100円、100均やけ。どこがいた。ジン、これでいい、この青いやつで。はい、認識してありました。あのね、これやっぱ、あ、そうね、それかその1個大きいサイズか。で、これじゃない、何枚入りそれ。2枚。7枚。2枚入り、もっといっぱい入ってるのない。これも2枚。じゃあその2枚のちっちゃいやつを6セットぐらい買って、全部風花が選ぶよ。6セットでいいよ。やっぱ7セットにしよう。7? いいですか。はい、じゃあ次何買います。もういや、お菓子。お菓子ね。この休憩のお菓子。いや、これもね、今日多分長くなるから、準備途中でお菓子休憩するから、みんな選んで見して、買ったやつ見してよ。はい、コーチが買ってくれる。嫌です。え、はい、一番真剣に選んでます。俺、君たち梅好きよね。もう封筒入れました。お菓子見して、どんだけ買った。お前さ、買いすぎやろ。お前、中田秀俊か。金曲です。ここではレターパックっていうのを買いますね。いいですか、自分で言えますか。レターパックライト。はい、じゃあ行ってください、どうぞ。ちゃんと買えた。はい、何枚買ったん。7枚。はい、じゃあ買い物して戻ってきました。スペイン、これ、君たち何メダルですか。それ金メダル。金メダル。ってことは優勝です。優勝して、素晴らしい。スペインの大会優勝するってすごいね。で、サスケ君、その首につけてるし、何ですかそれ。レアルのマフラーです。それ、レアルのスタジアムで買ったん。いや、あ、違う、どこで買ったんそれ。偽物じゃなかったんで、それ本物。空港にあった。あ、空港にあった。じゃあ、ということで今日はね、応援でお金出していただいた方たちに物を返していくんで、自分でちゃんと準備してください。そういうのは自分でちゃんと書いて、僕関係ないですからね、言ったら。いいですか。はい、君たちがちゃんとお返しするということで。スペインどうやった、楽しかった。はい、また行きたい。はい、ということで、4月イギリスあるんで、行きたければプレミアの下部組織と試合するんでね。勝ち、そうですよ、イギリス。え、どこと。まだどことかは聞いてないけど、下部組織で出てくるんで、スカウトも来るらしいよ。まあ、それはまあいいや。とりあえず今日準備していきましょう。はい、スペインで覚えたギャグ1個お願いします。どうぞ。3、2、1。はい、ひき肉です。あー、じんちゃんはスペインで覚えたギャグお願いします。森岡さん怖かった。そういえば相変わらず。いや、去年なんか怖かった。じん、今年も怖かった。オッケー、じゃあ準備しましょう。あと、まあ風雅くんもいるんで、一緒にみんなでやりましょう。お菓子休憩で食べる、見せて、さっき買ったお菓子。買いすぎやろ、風雅お前。おー、なるほど。スパイ大作戦。ジンはやっぱりお菓子ね、消極的に。そうちゃんは。あー、そうちゃんもね。風雅ちょっともう一回見せて。特殊なお菓子買ったのね、君たち。じゃあこっちに見せて、カメラに。うん。あー、なるほどね。まあ休憩時間楽しい。じゃあもう急いでやりますよ。はい。じゃあ今から住所をジン君に書いて。ジン、ジンうまいん。よ、じゃあ書いてって。はい、番号教えてやって、サスケ。194-0041。
そう、でも住所はここで動画であげれんけ、まあ言わんで、あと自分で見て書いてね、お願いします。漢字勉強しとってよかった。はい。今ちょっと書くサイン練習してます。それをサインにしよう。これから練習してください。そうそうそう、10もちょっと。じゃあそれでかく書いてよ。うん、半分ずつ。こう、それでいい。で、サイン練習だもん。え、ううって伝えたい。はい、重いよ。めっちゃ簡単よ。あ、じゃあそれ本番書いてください。もうちょっとでかく書け。俺ぐらいもうでかく書け。いや、字のちっちゃいやろ。あ、よくない風がのサイン、はい、見してちょっとそれ。今日サイン作りました。あ、いいねいいねいいね。そう、カンバチをステッカー入れて、字のやつも入れた。はい、これで、それをあとセロテープで留めて封筒入れるだけ。セロテープの考えたサイン同じもんパッて書けんとダメよ。あ、いいんじゃない。何回も書ける。 OK、 じゃあ行きましょう。サスケちょっと字うまいし。書いてない。ちっちゃくないですか、サスマルさん。小さいっすね。だって俺も絶対ちっちゃい。でかく書いてよ。でかく書いて。こう。はい、でかく。もうここにでかく。ちっちゃいやろそれ。フーガが一番でかく書いてくれるけど。フーガがでかく書いたらバランスおかしくなって。待って、どうやったっけ。忘れた。めっちゃ簡単なのに。うん、一番簡単なのに。あ、いや、でかい。フーが新人戦の時10番やなかったね。でもジンと被る。確かに。お、誰の書いてるんですかそれ。あのジョン・マルゲリータさんです。ジョン・マルゲリータさん応援してくれとった。はい、いつもお金くれる人、はい、言い方よ。応援してくれる人って言ってる。ちゃんとありがとうございました。ちゃんとメッセージ書いといてよ。はい、また。はい、いやだいぶ終わりましたね。はい、あと一人だけ書いて、あとは撮影ですね。休憩中です。どうですか？働いた後の休憩は？うまいっすね、やっぱ。サスケが一番疲れたや。疲れた、ジン、はい。どう？こんなん今まで俺が全部一人でしょったんやけど。もうジンくん疲れてすぎてない？しかもあなたたち明日公式戦なのに。明日行けそうっすか？はい、頑張ります。うたちゃんと戦いだからね。はい。おかしくっていいの、サッカー選手。ジンくん、ジンくん、いいのお菓子食べてし、サッカー選手。俺のお菓子じゃない。僕の服取るつもりでしょ君たち。はいはい、当たり前です。237やろ。で1、そんなのに。あ、まあそういう時もある。切り替えていこう。切り替えていこうぜ。ちょっと笑いようや、さすまる。ジョン・マルゲリータさん、ヤンヤンさん、冬野さん、ありがとうございます。嫌です。どういうこと。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ準備全部とりあえず終わりましたね。明日、あと僕が、明日じゃない、月曜日出しとくんで、また海外行きたかったら頑張りましょう、はい、皆さんでサッカーも動画も応援してもらえる選手目指して頑張っていきましょう。その手なん？サスケ。サスケ自分の手よ。バイバイ。